本日は長野キャラクターズビッグぬいぐるみパグさんをお出迎えしたいと思います。このサイズのパグさん待っていました。今回も安定の確率機頑張ります。いきなり隣に行っちゃいましたよ。どうしてパグさん、よく跳ねますね。面白い。もう隅っこ行っちゃった。ボールはやめて、落として落として、セーフ。パグさん、今回もやってきました早回し。今回はどんな取れ方だと思いますか？今回もミラクルが起きるんです。このまま見続けていただくと絶対にうおーですよ。それにしてもパグさんは転がりまくりです。何度目の初期位置か。パグさん、二段階のガッシャー。お、投げ捨てたね。頂上落下ですか。パグさんとなりに行き過ぎ。きらめくお星様、お月さあ、お待たせしました。曲がかかりましたよ。アシストまでノンノンノン、投げ捨ててゲットまでノンノンノン。もしかして雪崩ノンノンノン。この取れ方は個人的には初めて。そう、高度なテクニックのこれだ。パグさん、いらっしゃい。見事なタグ引っ掛けで、パグさんお出迎えです。パグさんみたいな友達が欲しい。ラブトラ。パグさん、いらっしゃい。タグで引っ掛け、持ち上げてのお出迎え。こんなことって実際できるんですね。爪の角度的に微妙だったけど、奥にはまってくれた感じです。たまたま入りが良かっただけですね。何はともあれパグさんが、お出迎えで来て良かったです。優しいパグさんが近くにいるだけで、自然と笑顔が出ちゃいます。現実にも、パグさんみたいな優しい人が近くにいてくれたらいいのにな。クマくんが羨ましい。パグ耳かわいい。結構ふわふわです。それでは1回転。巻き巻きの尻尾あります。ちょっとつかみづらいけど癖になります。後ろ姿は真っ白です。ちいかわちゃん、
ハブさんです。ずっと眺めていたいです。クッション感ですが、安定のゲーセン仕様です。抱き心地抜群です。タグはこんな感じ。クマと一緒にポン。でっかいクマくんと並べるとこんな感じ。ウサギと一緒のちいかわちゃん、パブさんの方が気持ち大きいです。ニコンのハチワレちゃん、超ビッグはでっかいです。温泉ぬいぐるみ、いいサイズ感です。今回の相棒のクマくん、この2人は並べて飾りたいですよね。サイズ感がちょうどいいので、このシリーズはこのサイズで出してほしいです。チュパさんとキョンシーお願いします。クマとセットじゃないと厳しいかな。長野フレンズ、来月も楽しみにしています。長野フレンズ、パグさんの紹介でした。このつぶらな瞳で見つめられたいですね。パグさんのこのサイズは本当嬉しかったです。このサイズで全キャラ並べて飾りたいです。部屋片付けないとほんとやばいです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくね。来月はどのキャラが出るかな、めちゃくちゃ楽しみ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらです。ガオー、上の動画もおすすめだよ。右上が最新動画です。